前方モクトン神数千獣ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手を持って開封せよ。汝が意志見届けたりならば伝え聞かせよう。これまで続く忍びの歴史を。戦いの連鎖を。創生に始まり、大続きを経てもやむなく続く連鎖。行くぞ、せいか。一人となり、一族となり、里となった糸まで、戦乱は絶えることなく、なんだ。そして真は広がる。はあ、強くて今の二人もついに立ち戦い続けた。くらえ、やはり貴様との戦いは心躍る。まだだ、お前は畳みかける。もっと俺を楽しませろ。遅い、発生、発生、踏み込みが足りん。
封じ込められるとあれは甘い捕らえた燃えるんだ可能お互い温まってきた頃だ。ああ勝負これでどうだ。これだから決着をつけるぞ。ここのところだ。行くぞ。これはどうする。柱間よ。やはりお前との戦いはせっかく俺とここまで対等に戦えるものはお前だ。俺とこの仕事の戦いだ。俺はお前と戦いたいとは思わない。それを俺の気持ちだ。自分にこだわるとお前には見えない。だが、まだ終わりではない。
トン神数千獣。闘争は終わらない。なおも忍びは戦い続ける。己の信ずる道を歩むために。時は進む。されども戦いの連鎖は終わることなく、なおも熾烈極まる忍界で、二つの影が道を歩む。果たして彼らが目にするもの、そして導き出される新たな道とは。辞書、総決の章。この世界は終わらせる。火の国は木の葉隠れの里。そこに実刑に一族を滅ぼされし少年、内葉佐助の姿があった。ひとときこそ安寧を過ごすも、復讐の道を歩むため少年は闇へと流れ、ついには兄内葉イタチを制するに至る。されど、かの言動は全てが虚実。真なる敵は木の葉にあった。か細き憎しみの種火はやがて第四次忍界大戦の大火へ。開かれた大戦の門、戦場へ向かうそのさなか、内葉佐助は予期せぬ姿を瞳に捉える。それは現世によみがえりし兄の姿。時を経てわだかまりから解かれた二人は、ついに兄弟へと戻り、そしてなすべきことを成したイタチは光へ消えた。俺はお前をずっと愛している。ただ一言、真実の言葉を弟に残して。
一体。見つけた。水月、それに十五か。探したよ、本当。で、今さらお前らが俺に何の用だ。わざわざ俺を探してまで。それがその、すごい巻物をオロチマルのアジトで偶然見つけちゃってさ。見て見てみ。な、すごいでしょ。これだ、すべてを知る人間。とりあえず、会わなければならない奴ができた。誰？オロチマルだ。はぁ、何言ってんの。オロチマルは君がぶっ倒したじゃん。あのしぶとい男のことだ。あれくらいで消え去るものか。十五、そこの女を連れてきてくれ。こいつは兜がさらっていた木の葉のくの市だ。獣院にはオロチマルのチャクラが流し込まれている。それを逆に利用して奴を呼び出す。ちょっと待ってよ。オロチマルを復活させるなんて危険すぎるって。虫かよ。カイジャ封印。まさかそんな情報から私を復活させてくれるとはね。そこにいる。ほら、言わんこっちゃない。やっぱ襲ってきたじゃないか。あんたはまだ進んでもらっている。さあ、どうかしら。済んだか。もういいのか。肩慣らしだしね。この程度でいいわ。それに戦ってみて分かった。以前とは少し違うよね。さて、オロチマル、あんたにやってもらいたいことがある。そんなこと、いちいち説明しなくてもいいわ。あの子の中で、ずっと見てたから。彼らに会ってどうするつもり？俺は、あまりに何も知らない。奴らに全てを聞く。そんなこと知らなくてもいいじゃない。君はまだ子供なんだから。そうじゃない、今はもう子供じゃない。子供ではいられない。そもそもの始まりは何だったのか。俺はどうあるべきであり、どう行動すべきなのか、全てを知り、自分で考え答えを出し、己の意志と目でなすべきことを見据えたい。今のあなた、悪くないわね。いいわ、協力してあげる。ついてきなさい。場所はどこだ？
あなたもよく知っている場所よ。さあ、行きましょう。火の国は木の葉隠れの里。そこに里の長穂影になることを夢見る少年渦巻ナルトの姿があった。かつて里を襲った美獣キュービの妖子をその身に宿すも、己に備わる強き意志を持って成長の道をひた走る。しかし忍界は混迷を迎えていた。暁を名乗る組織がキュービを含む9体の美獣を回収せんがため、忍界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。ひとたび放たれし炎はとどまることなく燃え盛る。されど渦巻ナルトはただまっすぐ新しき絆とともに先だけを見据え叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するようにあまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト、戦い続ける彼がために、この世界にもはや意味はない。ここで下道魔像だと。まさか奴で始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は終わりを告げる合法となりて、忍界をかけた戦いはまさに最終局面を迎えんとしていた。ここより極限を超えた死闘が始まる。世界にはもはや希望も未来も名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超える火影になる。それが俺の夢だ、バカ野郎。悔しかったら目にとって余裕顔かましてみろってばよ、バーカ。絶対にそれをひっくり返してやる。それで俺をぶっ潰す。それが終わりだ。そううまくいくか。やはり強いな。カカシ、どうする。ずっと引っかかっている。寒い。引っかかっていたこと？まだ勝てぬ気はないな。
進化。うわ限界のようだな、カカシ。まだだ。美獣の番。少し遅い。無駄なことを。バカな。もう逃げらんねえぞ。そうか。さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく、奴のカムイで消したのか、カカシめ。俺との空間が繋がっていることに気づいて。てめえは誰だ。お前は